はい、どうも、ススケケです。今回は、コールオブデューティー、ブラックオプス2の、チームデスマッチ、やっていきまーす。今回はですね、まあ、ゲーム久しぶり、まあ、いつも言ってるんですけど、今回はね、モンハン持ちをちょっと PO2 で初めてやっていこうかなと思います。ちなみに、これね、ボタン配置かデフォルトの、普通持ちじゃないな、ボタン配置か、そのままでの、モンハン持ちです。これいるんでしょう。あれいねえ。あらー、このね、ぴょん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 飛ぶの意識しすぎてね、標準がぶれちゃうっていうのが。一番いいのはね、決め打ちするときだけモンハン持ちとかできていいんですけど、そんな気分できないんでね、私。ま、このジャンプ打ちができてるのかどうかはもう分かんないですけどね。うわ、待て。敵をやったぞ。弾切れだ。ヒルヒル、うわ、最悪。下手くそすぎやろ、俺。主導権を失った。勝利は目前だ。ナイス。まずね、ジャンプ打ちが、テイクもどきってできてるのか分かんないですね。基本モンハン持ちしてる人ってタクティカルだと思うんですけど。あら。全然できてないっす。たまに綺麗にね、スパッて行くとき、こちらに不利な戦況だ、行くときあるんですけど、大概急げ。あれ、こちらに有利な戦況だ。大概うまく飛べないっていうね、こうテイクもどきばっかりになっちゃうんですよね。 UAV スタンバイ。あ、おるおるおる。でも上手い人ってやっぱモア持ちとかしてる人多いと思うんですよね、結構。上空に敵 UAV。 あー、ポッ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 、リロード。うう、よし、ここで自分の指出しミサイル。ヘルストームミサイルスタンバイ。ライトニングストライク待機中。そちらの位置に向け侵入中。地獄へ落ちるわ。命中一命級。ヘルストームミサイル接近中。しなー。オッケー。まあ、こんな感じなのかな、モアモチって。手元動画もね、一緒に出せたらいいんですけど。こんな感じ、わかんない。できてんのかどうかがわかんないからね。あぶねえ。うわ、ばっかやらかした。なんか普通持ちだったらなんか絶対倒せてるっていうのがあるね。あ、ちょっと待ってよーい。援護士をリロードする。あ、ちょっとこの距離サウマの距離じゃないな。ジャンプチって言ってね、テイクもどきをしてるっていう自分ちょっとアホですね。できてんのかがわかんない。ああ、待って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 。危ない危ない。もうふわーっとね、なんかもっさりジャンプの多いですけど、不正打ちとかもね、もう、ああ脅威を排除した。華麗にキルできない。不正打ちとかもね、結構やりやすいんですよね、モア持ちだと。あー、上でそんな待たれちゃきつい。いい勝負ですね。今回そう行くぞ。いた、いる、カノマチ。
なんか負けそうな気がすんだよな、俺これ。カード待ち。キモい。さすが。チンパンジー。まだ待ってんじゃねえか。コンカッション行くぞ。裏で湧いてんぞ、これ。ちょっとタイムです。オッケー。こっちで湧いてそうだな。爆撃です。あ、もう見せた見せた、もういいわ。うわ、ラグ。味方 UAV が接近。多分倒してくれたはずでしょう。上空に敵 UAV。戦闘を続けろ。うわ、ちょっと倒しきれない、マジか。あれ痛いな。よいしょ。行くぞ。脅威を排除。うわー、ちょっとジャンプで逃げようと思ったけど無理だな。警告、敵 MQ-27 ドラゴンファイヤーを発見。 EMP でそこを壊せ。またやったぞ。これは本体いいんじゃねえか。いいねえな。あー、ラッキーだな。オッケー、ナイスというわけで、今回だけ特別にちょっとモンハン持ちでちょっと遊んでみました。まあ普段はねモンハン持ちなんか絶対にやらないんでね、こう標準がブレッブレになっちゃうんでやんないんですけど、まあ今回だけちょっとやってきました。というわけで。